白鳥千佳子です。ピンクとブラック、そしてホワイトのコスチュームです。ピンク色鮮やかなコスチュームです。バイソン木村、コンファーを振り回して一つパフォーマンスを見せてくれました。そして EMLL からやってきましたソチ浜田、もちろん皆さんご存知グラン浜田、小さな巨人グラン浜田の娘さんです。 JD の大将ジャガー横田さんがコールをされました。ヒョウ柄のコスチューム、ジャガー横田さんです。さてさてさて、正規軍が揃い踏みとなりましたね、はい、興味も湧かないですね、うん、こんな人。あらあらら、そうですか、はい、興味が湧かないとおっしゃる飛鳥さんです。ブラディさん、この試合はどうでしょう、興味湧きませんか。やはりないない。リュウナさんは興味ある、この試合やってるメンバーは別に興味ないんですけど、はい、まあ一つの試合として見る分には自分の勉強になる部分はあるかなとは思います。はい、あーそうですか。どこをいじめればいいか分かるのかな、はい、弱点をね見出したりしてね、はい、回を見せてきましたジャガー横田です。まあ、ジャガー横田さんはこれは15歳、あ今さん付けで私言いましたけども、はい、ジャガーです。ジャガー横田は15歳でデビュー、飛鳥さんは16歳でデビュー。16ですね、はい、そうですか。ドロップキックを放っていきましたジャガー横田です。とりあえず場外に逃げました白鳥千佳子、そしてジャガーさんが飛びますか、そっち浜田が抑えているが、あこれは同士打ちになってしまった。甘いな、ケイさんが。あーケイさんが甘いという飛鳥さんの声、行くぞという声はバイソン木村、このピンクの鮮やかなコスチューム、髪の毛を捕まえて ぶん回していきました。バイソン木村です。もう一発髪の毛を掴んで投げていきました。ジャガーさんの髪の毛を捕まえました。そしてDとバイソンのツープラトン攻撃、足を飛ばしていきました。白鳥です。カバーはバイソン木村。白鳥でもいいでもどっちでも一緒ですけどね。そうですか、強烈な発言が飛び交っています。そしてコルバタに行きました。このコルバタはうまい、ジャガー横田。キャリアは縦ではありません。 STF ステップオーバートーホールドウィズフェイスロック、バイソン木村が仕掛けていきましたが、しかし正確にはこれはフェイスロックではなくてスリッパですね。スリッパです、はい。バイソンもいろいろ変形させてやってますからね。ああなるほどね。ちょっと苦しそうな表情です、ジャガーさんです。この野郎という声はバイソンの声でしょうか。そしてどうやらタパティア狙いですね。ロミロスペシャルに行こうというところ、バイソン木村肩口を一発ポンと叩いておいて、この両手取っていきます。ジャガーさんの手を取った、ひっくり返せばロメロの完成、タパティア完成です。大きな拍手、姫路市厚生会館のお客さんです。しかしソチ浜田がカットプレー、今やっと外れました。今のブラディさん、このタパティアロミロスペシャル形はどうでした？別に興味ないよな。ありがとうございます。フェイスロックに行っています、バイソン木村です。もう 手がロープに伸びていたんですが、やっと離しました。そして背中にストンピングです。先ほども申しましたが、もうすでにバイソン木村の引退は決まっています。そしてできればジャガーさんと戦いたいと、はい、バイソンは言ってるんですよね、はい。まだ答えは出ていないようなんですが、うちらには関係ないですかね。はい、ありがとうございます。さあチョークスラムに行きましたバイソン木村、これはいい攻撃でした。そしてロープを使います。これは面白い、ネックハンギングツリー、手をクロスしてのネックハンギングツリーです。ソチはね、初めて会った時、はい、東ガズの頃メキシコ遠征、ジャガーさんがちょうど遠征した頃に、はい、ジャガーさんだってジャガーが遠征した頃に行ったんです。今の本音でポロッと、いや癖です癖。そうですか。行ったんですけど、その時まだ浜田さんがジャガーの、まあ、一応ジャガーさん の、はい、あのセコンドついて、はい、いたんですよ、客席で見てたんですけど、まだ細くてね、子供で、しっかり成長しましたね。ああそうですか。世界ウルタ級のチャンピオンフランキーとね結婚しまして、今は1歳の男の子がいると聞いていますが、フランキーとは離婚したみたいですよ。あごめんなさい、そうですか、一番の話言っちゃった。あそうですか、はい、ということでした。そちらがでも体型が随分変わったってことになりますよね。子供産んじゃいましたからね、やっぱ試合見てるとやっぱルチャドーラだなって思いますよね。ああなるほど。
ケブラドーラコンヒーローを放っていきました。旋回式の背骨折りバックブリーカーでした。そしてハイジャックバックブリーカーの形はソチハマダ、これはいい形です。このままずっと締め上げる形でしょうか。落としていきました、前に落としていきました。白鳥近くをカバーです。ここからカバー、ソチハマダ返しました。白鳥、白鳥も本当にこれからリーと並んで中堅どころ頑張っていかなければならない選手です。ツームストーンパイルドライバーに行きました。ジャガー横田さんです。そのままカバーに行った、返しました白鳥です。先ほどまだまだだとねいうコメント、バイソン木村のコメントがあったと伝えましたが、それはリーとおそらく白鳥ともに両者に対して言ったんだと思います。そうです、ね、はい、本当にまだまだですからね。あ、そうですか。まあ、近いうちにねこのバイソンとそして白鳥の、はい、対戦も行われます。まあ、この番組放送時にはすでにもう行われた後かもしれません。長い対空時間ブレンマスターバイソン木村、これはちょっとダメージがあったでしょう。しかしこのいつもの綺麗なブリッジで返していきましたジャガーさんです。リュウナさん、ジャガーに対してはいい評価を持ってるんじゃないですか、今のブリッジとか。そうですね、顔が食えるような顔がな、怖いですね。はい、怖い。ただ目で殺されるみたいな。目で殺す。でもビビっちゃいかんぞ、お前には毒斬りっていう競技、はい、武器があるからな、はい、ですよね。怖かったらプッて吹いてみんな入れちゃうから、はい、でブラディが後ろからチョーンって、あ、怖がってるブラディさんがちょっと怖がってます。手下げりショップバイソン木村、そのまま固めていきます。どうでしょうか。あ、返しましたジャガーさん。でもね、リュウナさんね、はい、目で殺すレスラーってそうそういませんよ。そうですね、まあ子供の頃からプロレス見てまして、はい、やっぱりジャガーさんの目だけはやっぱりずっと怖いなっていうのはありますね。そうですか。間近で見た時はもう凍りましたけど。だから、うん、私もたまにそうなんだけど、はい、対戦して目の前にいたら、はい、目見ない。あ、自分もリングの上では見ないようにしてますそんな弱気でどうすんだみたいな魚を料理する主婦が魚怖いから目にタオルをかぶすって中に似てますね。固めていったのはジャガー横田ですが、バイソン返しました。さあ、さらに立て続けてボディースラム、ジャガー横田です。そしてスイッチ、ソチ浜田が飛んできた。ダイビングボディープレスになりました。そのままカバーの体勢ですが、ブリッジで返したのはバイソンです。まあ、バイソン腰がね痛めてますからブリッジも大変だと思うんですが、よく返していきます。そして、これは白鳥が飛んできた。ボディアタック。そして、2プラトンですね。バイソンと白鳥の2プラトン。しかし、これはトップレベル差気味。エルボーを当てていきました。ロープ、セカンドロープをうまく使っていきます。ソチ、浜田です。パワーボム返されました。重いバイソンでした。そしてバイソンがカバーの体勢ですが、ジャーナーカット。目まぐるしい展開になってきました。第4試合は45分の一本勝負です。リュウナさん、バイソンを鎖で繋いだことありましたっけね。そうですね、うん、3.2 川崎、初めて X としてリュウナさんが登場した日でした。はい、最近でも鎖はたまにしか使えませんね。ここ一番だよな、うん、いつも使ってると向こうにも研究されちゃいますからね。あ、そうかそうか、はい、白鳥を飛ばしました。スイング式 DDT、 白鳥近くマットのほぼ中央です。もう一発ジャンピング DDT、 白鳥近く DDT 2連発からカバーは返しました。ソチ、マットの中央ってやっぱりああいう技効きますか。効きますね。真ん中は、はい、ちょっと芯があるんで出っ張ってるんで、はいはい、あ、出っ張ってるんですか。ちょっと盛り上がってるんですよ。あ、そうなんですか。ムーンサルトプレス、バイソン木村、メキシコ遠征で得した技です。そして白鳥も共にバイソンとメキシコ遠征1ヶ月間行きました。白鳥ももしかしたら飛ぼうというところなんですが、ちょっと読まれました。ソチに読まれてしまいました。ソチが何行きますかね。なだれ式バックドロップの体勢ですか。ちょっと崩れたんですが、でもダメージはあったでしょう。白鳥をカバーです。ソチ浜田、カットプレーはバイソン木村。もう少し白鳥がねスッと行けばね行けたかもしれません ね。今度はジャガーさんがトップロープ。これはもう決めようということでしょう。気迫のこもったミサイル、しかし返しました。怖え、うん、目で殺すジャガー横田。ソチと二人がかりに行こうというところ、呼び込んでますが白鳥が読んでいました。
これはうまかった。後ろからカニバサミ、そのまま後方回転、エビ固め、白鳥近子、 JD プリンセス、いや取れませんか、いやまだですね。ラマヒです。これはリュウナさんを破った技ですよ。ラマヒストラル、白鳥近子、あっと取れませんか。カウンター2です。レフリーは高橋陽子、2で止まりました。バックの取り合い、ジャガー横田が取りました。ジャーマンスープレックスホールド、まだですね、まだですね、はい。リュウナさん、白鳥のラマヒストラル、あれは苦い思い出でしたね。そうですね、あっという間に入られて決まってしまったので。京都大会でしたっけ、はい、はい。まあ、一発のああいうね技も白鳥が持ち合わせています。2人がかりのバックドロップに行きました。これは軽い白鳥、ちょっと止まらないでしょう。カバーはソチ浜田、乗っかかられるだけでもきついかもしれない白鳥千佳子。浜田という文字、アルファベットがシューズに見えました。ソチ浜田です。そしてセカンドロープ座っています。立ちました、飛びます、先頭ダイビング、先頭セカンドロープから放っていきました。いやいや、これは自分から起こした感じですね。白鳥を起こしておいて、パワーボムを狙おうというところです。危ない、これは危ない、パワーボムハイアングル、完全な形。あれは返せませんね。まあ、完璧に高角度で固めてますからね。ラリーさん、一言今の試合どうぞ。何何正直に家をつまんなかったって。そういうことにしておきましょう。第4試合はソチ浜田が取りました。やっぱ中途半端じゃね、やれない、やっぱ隙がないで、やっぱり自分が今後見せていかないと最後には拒否されちゃうと思うんで。ただいまより本日のファイナルマッチを行います。